い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。今回は前回のカーディガンを編んだのモナが少し余っていますので、こちらとダイソーさんのメランジがまた一玉ありましたので、余り糸同士でマフラーを編んでいこうと思います。幅の方はそんなに広くなくて13センチ14センチぐらいで細めにして、長くしてそれを半分に折った感じで使っていこうと思うので、そのデザインでやっていこうと思います。棒針編みで8号を使っていきます。これ8号針なんですけど、そして編み地の方は素敵なハンドメイドの11月号のものをさらに応用していきます。両サイドの9目分は素敵なハンドメイドのスヌードの端の9目です。反対側もそのようにしています。で、中心だけはこの3目の交差の部分を持ってきました。で、この間も9目になりますので27目で作り目をしていきます。最初に作り目をしてゴム編み8段します。そして次にガーターを4段します。それから模様編みの準備の段が2段入ります。それから模様編みに入っていきます。こちらが簡単な編み図ですけど、作り目が27目、最初の目が1段目と数えて、反転して裏編みから始めて1目ゴム編みを8段まで編みます。これは6段でも10段でもお好みでいいと思います。で、それからガーターを4段入れていきます。そして2段ほど模様の準備の編み地を入れていきます。で、こちら分かりやすいようにまずこっち上に編みたい模様を書きました。で、この書いてないとこが裏編みになります。で、ですのでこちらの準備の目を書き入れていこうと思います。こちらが2目交差になるので、表編みが4目なので、ここは表編みが4目になります。ここは裏裏ですね。そしてこちらねじりが表なので表で、こちらは表編みの左上2目一度と掛け目なので、ここも表編みで準備をします。こちら裏編みなので裏編みで、こちらは3目の交差です。表で準備をします。ここも同じですね。このようにして準備をします。ここも、はい、このようにして、はい、こちらの模様をまず書いて、その下に準備の編み地を変えていくと間違わなくていいと思います。はい、そしたらこれで編み始めようと思います。そして糸の方が、こちらのメランジの方は一玉あるんですけど、こちらのモナの方がちょっと少ないので、まずモナの方で編み始めて足りない分をメランジで編もうと思います。はい、それではこの仕上がりの希望幅のだいたい3倍ぐらい取って、そこから作り目をしていきます。はい、まず輪っかを作って、はい、1
本針でいいと思います。糸端が手前です。糸玉が向こうで、下から上からですね。で、一本針の時はここの間隔を少し開けたらちょうど良くなりますので、これで作り目を27目していこうと思います。作り目を27目しました。そしたら反転して、この作り目を1段と数えますので、ここからまず裏編みの方から裏表裏表で編んでいきます。して端まで編みます。はい、2段目を編みましたので、また反転して、3段目は表裏表裏で編んでいきます。左から針を入れて、表裏、はい、このようにして編んでいきながら8段まで編んでいこうと思います。はい、1目ゴム編みで8段まで編んできました。そしたら次はガーターを4段しますので、行きも帰りも表編みします。反転して、そして余談なんですけれども、私はこの糸掛けの時、この糸がZ 寄りになっている時はこのようにして、こう指に巻いた時糸が寄れないようにこのように持ちます。 S 寄りの時はこのようにして持ちます。糸掛けはそのこの糸が寄れない方がいいと思うので、私はこのようにして、 Z 寄りの時はこのようにして指にかけています。ですので私の動画を見た時に逆になってると思われることもあるかもしれないんですけど、 Z 寄りの時はこのようにしてかけているので、一応お知らせしておきます。そしたらガーターを4段ほど編んでいきます。4段とも行きも帰りも表編みで編んでいったら、ガーターが4段で来ていきます。で、ガーター編みなので少し横に膨らむんですけれども、これが気になる場合は、で次の段が模様編みになった時に交差して少しへこみますから、これが気になる場合は号数を変えて6号に落とすなりするといいかもしれません。私はそこまで気にしないので、このまま編んでいきます。気になる場合は号数を落として、ガーターの4段は編まれたらいいと思います。このようにして行きも帰りも表編みして、反転します。そして今度はガーターなので糸を向こうにやって、はい、このように表編みをしていきます。はい、これで4段編みます。はい、ガーター編みを4段入れて編んできました。そしたら反転します。はい、そしたら次から模様編みの準備の2段を編んでいきます。先ほど書き入れたようにしてこの通りに編みます。で、その時にマーカーを必要であれば入れていくといいと思います。私はこことこ
ここに入れようと思います。はい、それではまず表が4目、表4目、裏1目、ねじりのところ、表、裏、表、表、はい、これで9目でマーカーを1つ入れます。そしたら次が裏が1つ、表が3目交差のところ、裏が1つ、3目交差、表3目、裏1つ、はい、そしてここでマーカーを入れておきます。はい、そしたら次が表2目、裏、表、裏、そして表4目、はい、そしたら反転して今編んだ通りに表は表、裏は裏で編んでいきます。ですので最初は裏4目になります。裏4目、表、裏、表、裏が2つ、はい、そして表、裏3目、表、この最初の準備の時にちゃんとしておくと後が編みやすくなります。はい、そしたら準備の段が2段編めましたので、ここから模様編みに入りたいと思います。はい、それではこちらの端のとこに左上2目交差が入りますので、私は交差編みの時はこちらの段数マーカーを使っています。これで2目かわして向こう側にやって中指と薬指で挟んでおきます。そして表編み2目します。そしたら後ろの目を持ってきて戻します。このモナの糸は割とちょっと割れやすいですね。よりが甘いのでちょっと割れやすい傾向があります。裏とねじり裏、はい、そして左上2目一度したらかけます。で次ですね、次が裏やって2目、3目交差の最初の2目が後ろ、3目目が手前ですね。そして後ろから持ってきてこのようにしていきます。はい、こちらの目を、そして裏で、次の3目交差は1目が手前、はい、そして交差裏、そしたら左上2目1としてかけ目、裏目、ね
じ入れ目、はい、それもう1目裏目がありますね。裏目、そして2目交差、はい、そして交差が終わりました、はい、そしたら反転して表表裏は裏で戻っていきます。はい、戻ってきましたので反転して模様編みの3段目いきます。3段目は交差の上はそのまま表編み、ねじりもそのままで、こちらの掛け目右上2目一度のとこだけが下と反対になります。1段目は最初に左上で掛け目でしたが、3段目は掛け目をしてから右上2目一度になります。ここだけが変わっていきます。あとはそのままこの4段に行くまでは4段一模様の中の1段目が動きがあって、3段目はこのねじりと掛け目のあるところだけが変化があります、はい、それでは3段目です。表4目、ちょっと糸がグレーなので見にくいかもしれないんですけど、そしたらねじり目します。裏目で掛け目を先にして右上2目一度、はい、そして裏目表3目裏表3目裏、はい、そしてここが掛け目右上2目一度、はい、裏ねじり裏表4目、はい、そして表表裏は裏で戻っていきます。はい、表表裏は裏で戻ってきました。そしたら2模様目になります。2模様目も今までやったこの4段を繰り返していきます、はい、でこのような感じでこの4段を好きなだけ繰り返して編んでいきます。で私はこの糸の都合があるので様子を見ながら長さを決めようと思うんですけれども、おおむね折り返しのあたりで糸替えができるといいかなと思っていますが、編んでみてから決めていこうと思います。はい、それでは今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、先編みでした。またお会いしましょう。